ね、横浜ってなんか縁あんの？中華街行ったぐらいです。そいつプロ入ってから？あ、プロ入って2回ぐらいしか行ってないです。美味しかった？美味しかったです。食べ歩きしました。中華で一番好きなのは何ですか？中華で一番好きなの餃子っす。チャーハンは？チャーハンも好きですけど、やっぱ餃子は欠かせないです。今シーズン目標を、そうですね、50試合以上投げて、まあ、日本の球者とか防御率2点台で。増田先輩よりも投げる？投げたいところです、増田先輩より。うわ、いた、増田先輩いました。やり込むのは困る。フミはどんな後輩ですか？調子乗り。乗ってはない。乗ってはいない。増田先輩どんな先輩？怖い存在です。怖いんだ。優しいです。優しいよね。Yes. Yes.